はい、ということで今回は茨城県常陸太田市にございます東金佐神社に来ております。はい、ということでね、西金佐神社さんに続いて東金佐神社でございます。はい、ということで、まあ、この共通点という意味ではね、鎌倉時代、いやその前ですね、平安時代からの名家であります清和源氏の佐竹氏が共に深く崇敬した神社だということですね。ちょっとね調べてみると、この東金佐神社さんは、佐竹家からですね、なんと1200石、まあ、これ江戸時代の国とまた違うんだろうと思うんですが、1200国のね診療を寄進されていたということでございます。かなりね、まあ、江戸時代違うと思うんですけど、一緒という前提で言うとかなり膨大なね診療を与えられていたということになります。ただ豊臣秀吉によってね、この診療は全て一度没収されたようでございます。はい、ただねその後、江戸時代になってね、徳川からまた診療をねいくらか、同じような1200石ではなかったんですけど、寄進されるという形で、ちゃんとねしっかりと、幕府も江戸幕府からもね保護されていた、そんな神社でございます。ただこれね、後でね神門、一般の人の家でいう家紋にあたるものね、これがねお賽銭箱の前にありますので、ぜひ見てください。これはね、本当江戸時代の徳川家ではなくね、あくまでも平安時代からの広く、それこそこの東金佐神社を崇敬した佐竹家の家紋、佐竹扇がそこにね描かれております。はい、ということで、この、東金佐神社さんの御祭神は大名内の御事、すなわち大国主の御事と宿儺彦那の御事ですね、でございます。ということで、じゃあ西金佐神社と同じなのかというと、西金佐神社は大名内の御事、すなわち大国主の御事と宿儺彦那の御事は御祭神で、これは一緒なんですが、それとね別に国、とこたちの神ということで、日本書紀と一般に言われる、私は大和木と呼んでますが、この日本書紀の中で一番最初に出てくる神様、はい、ということで、それこそね、日本神話の創世神とも言われる国とこたちの神が、西金佐神社さんにはね、祀られております。ということで、もうね、先ほどからね、この建物を見ていただくと、なんとなくね、わかると思うんですが、言うまでもなくね、こちらも神仏集合がね、結構濃かった、神社じゃないかなというふうに思います。建物そのものがね、どうしてもこれ見る限り、まあ、神社というよりお寺、の雰囲気がね、本当に存分に溢れてるんじゃないかと思います。で、ここもね、はっきり覚えてないんですけどね、この今ね、ここもね、仁王像があったんじゃないかなという気がします。普通明治になるとね、仁王像は撤去されてね、神像、神様の像に変わったりしてるんですが、ここはそのままだったような気がしますね。というのも、この金佐神社さんがあるところはね、かなり山の奥なんで、もしかしたらそれほどね、廃仏毀釈が強くなかったのかもしれません。というのが、今からね、この階段、ちなみに西金佐神社もそうでしたけど、東金佐神社さんもね、階段がね、かなり続きますので、その辺はね、もし行かれたらね、その辺のちょっとした覚悟だけはしていただければと思います。ということで、参りました、ここで、ね、田楽堂と書いてあります。堂ですからね。田楽堂ということなので、やはりねお堂なんで、やっぱり仏教系ですね。ということで、何々堂ということで言うと、私たちの今の生活にも食堂っていうのがありますが、実はねこれ食堂っていうのもね、仏教から来た言葉でございます。というふうにね、兵庫県のどこだったかのね、お寺に行っている時に、そのように書いてありました。ということで、田楽堂、今ではこのようにね神社になっておりますが、もともとはね仏教の建物だと思います。でちなみに言うとね、ラッキーセブンっていうのもね、仏教から来た言葉だそうですよ。というのは、以前ねお寺のお坊さんにそういう説明を受けました。7っていうのはね、物事を成就する数字、仏教で物事を成就する数字だと。だからラッキーセブンっていうのはあれ仏教から来てんですよと、そのお坊さんはね、ご住職さんはおっしゃってました。
はい、ということで、先ほど階段ね登ってきたのにね、まだこんな風に階段が続きます。はい、ここはね私初めて行ったんでね、まだ続くんかいと。階段は慣れてるっちゃ慣れてるんですけど、慣れてもねはあはあ言うもんは言いますからね。はい、ということで、まあ人並みにハーハー言うんですけど、まあ、僕の場合は結構疲れがねすぐ取れるっちゃ取れるんですけど、ほらねまだ続くんですよ。ただもう見えてる通りね、この上に行って、見えるのがね、あれはまあ拝殿でしょうけど、後ろにご本殿がありますけどね、はい、その少し手前にはねいろいろな神社さん、これね全国からの神社さんがね、末社さんとしてございます。はい、春日神社さんですね。はい、ということで京都から京都ですよね。はい、ということでその横が稲荷神社さん、一瞬見えなかったけど八幡宮に、これがね関尊神社さんって呼ぶようですね。でその隣にあったのがね確かね伊吹戸神社さんでございます。はい、払い戸狼、払い戸四神のね伊吹戸主の伊吹戸、まあ字はちょっと違うんですけどね、伊吹山の伊吹なんですけど、あのように表記することもあるそうでございます。はい、調べるんでねこういう時一応ね勉強になります。で吉田神社さん、京都ですよね。で天照大神祀ってという神社さんに、大杉神社さんに、はい、もうついていけませんでした。はい、大杉神社、あ、これ木月神社さんはね出雲大社のことだと思います。で厳島神社に淡島神社、字が違いますけど和歌山のね淡島神社さんだろうと思われます。で琴平神社さんですね。で大阪の綺麗なね私の大好きな住吉大社さん、神社か天満宮に駒形神社さんでございます。はい、ということで、ね、大杉神社様ね以前私動画公開しておりますんでね、茨城県の安波様っていうね非常に綺麗な神社ですんでね、ぜひ過去の動画から見ていただければと思います。まあね本当はね YouTube でね検索したらね僕の動画が一番上に出てきたら最高なんですけど、到底出てこんと思いますんでね。はい、ということでほら見ての通りでございましてね、金がある時点でねいかにこれ神仏集合ここは濃かったかがわかると思いますが、後ろに回った理由はこの階段を移すためでございます。はい、ということで今から階段登りますよという合図でございました。ようやく最後の階段に登ります。ここね目の前に、あるのが拝殿でございましてね、当然その後ろに御本殿があります。そしてね最後参拝する前に右側と左側にね行きます。はい、右側にも左側にもね末社さんがございました。ということで、そちらの方を回ってから最後に参拝したいと思います。はい、ということで、ね、なかなかね綺麗なね拝殿でございましたよ。ほらやっと映ってくれましたね、佐竹奥義でございます。いかにね佐竹家と、こちらのね金沢神社さんが関係が深かったかということが分かります。今でもねこうやって金沢神社さんは佐竹のね家紋を、神紋としてもしくは社紋としてね使っておられます。ということで綺麗なこの東金沢神社さん、光を浴びながらね挨拶をして、そして後ろまずは右側からね、そしてその後左側から、左側に行きまして、参拝したいと思います。はい、綺麗ですね。はい、ということで右に参りました。今ね見えてるのが御本殿でございます。はい、でこちらにもねいくつかね、末社さんございました。こちらの方にねあったのがね秋葉神社さん、秋葉と読みそうですけど秋葉でいいと思います。あとね、城山神社さんといったり白山というね、神社でございまして、最後にこちらにね、大黒様と恵比寿様がいらっしゃいました。でこれもう左側の方に参りました。はい、もっとねこの後ろの方にもね一つなんか石碑があったはあったんですけどね、私撮影しなかったので何の石碑だったか覚えておりません。はい、この後ろにちらっと見えるんですけどね。でこちらの方の神社さんが、これはねまた有名どころがね来ておりますよ。はい、松尾神社さんでございます。お酒の神様の大山国のね神を祀っている神社で有名だと思います。そして熊野神社さんでございます。これ紀州のね和歌山と関係が深いのか、紀州のね神社さんいくつも3つありましたからね、確かね淡島神社と今の熊野神社と坂戸の神社さんかな。はい、ということでございます。ということで参拝してください。
ということで参拝できたでしょうか。はい、最後はね、もうこの神社降りていって、おそらく宮司さんのね、家じゃないかなと思うんですけど、そこにね、宝物館があって、その横に猫ちゃんがいました。はい、ということで、この猫ちゃんを見てね、最後終わりになります。ということで皆さんね、ぜひね、コメント書いてください。皆様のご祈願でも結構ですし、おすすめの神社書いていただければとも思います。ということで、またね、次回、また素晴らしい神社さんを皆さんにご紹介したいと思います。また次回の神社でお会いいたしましょう。失礼いたします。